こんにちは、島村楽器名古屋パルコ店の立浦と申します。ローランドプラネットスタッフのドクター T です。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本日はですね、ローランドさんから新たに発売されます SP404MK2 についてご紹介をさせていただきたいと思います。はい、トチさん、やってくれましたねこれ。いや、お待たせいたしました。本当めちゃめちゃ興奮してます。ローランドさんのサンプラー、SP シリーズはですね、はい、1997年のボスブランド名義で発表されました SP202 から始めて今年で24年目を迎えてですね、うん、特にあの前作の今日持ってきているんですけれども SP404SX、 これ栃木さんの私物ですよね。私も持ってるんですけど、そう、この2人実は持ってるっていうね、はい、そうですね、はい、これがもう世界的にもう、うん、なんて言うでしょう、もうずっと売れ続けていて、ね、とても人気だった機種なんですけれども、ね、まあ、残念ながらね、2009年発売だったんですけど、去年の2020年の12月ですね、はい、に廃盤になってしまっていてですね、もう次の作品がいつ今か今かと待たれていたんですけれども、ね、ようやく今回、ね、皆さんの中でも待ってた人きっと多いと思うんですけど、登場して、もう我々はワクワクが止まらない感じになってますね。これはね、もう止まりませんね、はい、もう本当ですね、もう、まあ、DJ さんとかトラックメーカーさんとかですねだけでなく、最近はイベントとか演劇のポン出し用のサンプラーとしてもとても人気が高かったんですけれども、そうですね、はい、本日はまあこの、うん、新しい SP404MK2 がどういった風に進化したのかとかをですね、まあ、こういった前の機種と比較しながらご紹介していきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。まず本体ですね、まあ、ご覧の通りめちゃめちゃコンパクトなのはもうこの SP404MK2 も変わらずといったところで、うん、まあ、やっぱり人気のあったこの SP404SX のサイズをそのまま維持した感じですね。素晴らしい。そうですね、まあ、この人気の理由の一つがやっぱりそのコンパクトさにあったというか、うん、もう本当どこでも、私もライブとかでしょっちゅう持ってたんですけども、うん、まあね、持っていきやすいですからね。そうですね、はい、もう何気にちょっと軽量にもなってるんですよね。いやいや ね、 100g、 100g ぐらい、はい、軽量になっています。大事大事です、うん、で、それだけでなくですね、まあ、この SP404SX、まあ、アダプターと電池両方使いました。で、今回はあの SP404MK2 ですね、アダプターと電池となんとモバイルバッテリーが使えるんですね。モバイルバッテリー、はい、後ろにタイプ C 端子をですね装備していて、はい、モバイルバッテリーとか USB での給電ができてしまうっていうのも一つ大きな特徴です。でかいですね、はい、消費電力自体はですねちょっと上がっているので、電池の持ちなんかは1時間ぐらい減っちゃったんですけれども、代わりにそういうモバイルバッテリーで大容量バッテリーとか使えばもっと、ね、長時間できちゃうという、そうですね、はいはい、長尺のライブにもおすすめです。はい、でインアウト端子なんかもですね、実際かなり進化しているのでご覧いただければと思います。まず SP404SX がですね、まあ、ご存知の方も多いと思います、この RCA 端子っていう赤白の端子で出てたんですけど、今回のこちらの SP404MK2 ですねは、ちょっと今挿してるんですけどフォンジャックですね、そうですね、フォンジャックで、しかもアウトプットはですね TRS バランス端子まで対応したっていう、すごい業務用の、そうなんですよ、ここも結構ねありがたいですね。さらにですね、ヘッドホンアウト、まあ、あのメインのアウトとは別でヘッドホン、ね、はい、この SP404SX は1個フォンジャックのがあって、そうですね、に対してこちらは、まあ、こちらも挿しているんですけれども、そうですね、ピンとフォンの両方、まあ、同じ信号が出るんですけど2つ挿せるようになって、でさらにですね、このマイク入力が両方ともあったんですけれども、この外部マイク、ここね SP404SX なんかはね、あのこうやって押してもうサンプル、そうそうそう、このマイクに、まあ、あのおじさんはねファミコンの通コンといえば通じるかなと思うんですけどどんだけおじさんなんですか。そう、このマイクがねあったんですけど、今回なくなってます。はい、確かにないですね、はい、私ねこれ結構好きだったんですよ、うん、ローファイな感じが出てチープ、いい意味でチープなマイク、確かに確かに、はい、なくなっているんですけれども、うん、今回さ、あのその代わりといっては何なんですけれども、あのリアルタイム、リアルのマイクインプットにここに挿すんですけれども、はいはい、この端子で挿すマイクですね、 ですね、はい、これにマイクだけでなくこのスイッチでギターにもエレキギター直接つないだり、そうなんですよ、はい、これ結構嬉しいんじゃないかな、ね、まあ、後ほど紹介するインプットエフェクスっていう入るときにあのかかるエフェクターにもですね、ギターのアンプシミュレーターなんかも搭載されているので、これかなりエレキギターの人なんかにもおすすめできるポイントですね、うん、いいですね、はい、で、MIDI の端子ですね、はい、どんどんいきましょう、はい、こっち MIDI インだけでその5ピン MIDI
の端子があったんですけど、今回はですね、SP404MK2。はい、なんと。はい。よいしょ。はい、このミニピンからミディにするような、はい、端子ですね。で、イン、アウトが搭載されました。インだけでなくアウトも使えるという。これ嬉しいんですよ、これ。はい。何気に。まあ、用途としてはリズムマシンとかね、うん、そういったのの BPM をシンクさせる、同期させるためのものなんですけれども、ねうんうんはい、まあ、これも新たに搭載されたインプットエフェクトのボコーダーなんかをね、鍵盤で弾いたりとか。すごいよな、はい、これ。ミディスルーとかもできるので、そのまま。そうでした、そうでした。はい、これもでかい。実はね、インだけだったんで、ここでミディが止まっちゃってたんですけどね。そうなんですよ。それもね、そう、アウトがあったらいろいろもっとできるんだなってね、思ってたのは正直あったんで。そうそうそう、もう完璧ですね、うん、もう最高です。完璧。で、ここは面白いところなんですけど、音質。はい、はい。SP404 の SX って16bit44.1kHz のサンプリングレートだったんで、はい、そう、CD 音質って、まあ、当時は高音質だったんですけど、そう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 、最近はね、ハイレゾの 24bit だ 96kHz だっていうのに、まあ、いろんなサンプラー対応してるんですけど、なんとこの子はですね 16bit のままです。なるほど、はい、まあ、なるほど、あえてね、はい、48kHz にはなったんですけども、あえてここ変えなかったのはね、うんうん、やっぱり、うん、これってヒップホップのアーティストさんに特に高い人気があったんですけど、そのローファイなサウンドが良かったところもあるんですよね。そうそうそう、はい、そこを、まあ、維持してるのかなと、あえてね、その、よくしすぎないじゃないけど、そう、ハイレゾにしすぎるのもっていうのがあるじゃないですか、うん、ありますね、はい、そういうところを狙ってるんじゃないかなっていうのがすごくいいところですね。なんか配慮が見えますよ ね、 ね、やっぱり今までのユーザーさんを決して、なんか、そうです、そうです。なんていうの、置いていかないっていう。置いていかないっていうね。うん、はい、それはあると思いますね。はい、サンプリングできるファイルはですね、AIFF と WAV だけだったんですけれども、こっちは新たに MP3 も対応しました。ああ、それもありがたい、ね。何気にね、使ってて MP3 読まないのかってなってたことある、あるんで。WAV で精一杯みたいなのありましたからね。そうそうそう。WAV で読めるからいいだろうみたいなね。そうそう。MP3 までっていうのはいいですね。はい。で、次画面。はい、ここ、ね、皆さん気になってると思うんですけど、この、前のモデルはね、はい、ちょっとカンペ見ますね、はい、7セグメント3桁の、まあ、簡単に言えば電卓とか電子目覚まし時計とかのような、うんうんうん、まあ、本当に、はい、シンプルな画面だったんですけども、はい、今回はですね OLED ディスプレイになりまして、こういう風にね、波形もちゃんと、ね、やりましたよこれ。もう他のサンプルは大体こうなんですけどね。もうこれね、これだけでももう買い替える価値あります。そうですね。やっぱ SP でこれ波形が出るのは相当な安心感です。そうですね。だけどなんか細かいね、なんて言うんでしょう、パラメータ表示なんかもちゃんとしてくれてるので、もうより操作しやすくなりましたね。はい、そうですね、はい。進化してます。で、パッドの形状、まあ、ご覧ください。もうご覧の通りですね、はい、この子12パッドだったんですよ。そうですね、はい、普通のサンプラーとかってやっぱり16構成だったんですけども、うん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 、この子だけは12だったので、はい、まあ、それも愛らしいところなんですけれども、はい、今回やっぱり16になりました、はい、いや、これも安心感ですね。そうですね、SP で16個ちゃんとあるよ、はいはい、でこのパッド増えただけでなく、はい、皆さんベロシティ対応しました、強弱ですね、これね、はい、ご期待ください、ご期待ください。17段階のベロシティに対応しました。こっちはね、どんな強さで押しても一定の音だけだったんで、なんか繊細な表現とかは、うん、まあ、できなくて、うん、まあ、それでも良かったんですけど、はい、やっぱり今のサンプラーらしくっていう風に対応しました。そうです、はい、これやりたかったですよ ね、 ね、うん、はい。で、実はこのベロシティだけでなくてですね、最大同時発音数っていう、うん、まあ、どれだけのパッドを同時に鳴らせるのかっていうのもですね、はい、12から32に増えてます。はい、まあ12そんなに使うことなかったかもしれないんですけれども、こっちだと13個目からね、1234で12個までをして13個目を押すと最初の1個が消えるんですよね。はい、そうですね、はい、なのでシーンによってはやっぱりちょっと不便だったんですけど、うん、こっちはもう32までいけたのでもう大丈夫です。安心してループフレーズ重ねられますからね。ね、安心ください。はい、これもすごい細かいとこなんですけど、パッドセッティングっていうところで、はい、はい、ご覧ください、カラー変えられるんです。そうからこれね、いや、大事ですよ。これね、紹介してほしかったんですよ。はい、分かりにくいんで、こうやって段階、まあ、数字で変わってるんですけど、シフト押しながらで。そう、シフト押しながらやると、ね、変わりやすいです。もう最高ですよ、この。これね、これ大事ですよね。ね、自分のテンション上げなきゃいけないですから、これもすごく、ね、個人的にありがたいポイント。今までは SD カードでサンプリング、ファイルなんかを読んでたんですけれども、今回のはですね、新たに、まあ、SD カードもこの側面に、ね、使えるんですけれども、
はい、そうですね、ついてはいるんですけどね。そうですね、ね、 16GB の内部ストレージを持ってるので、もう必ずしも SD カードはいりません。はい、そうなんです、内部ストレージ、ここポイントですね。そうですね、あのよく現場についてね、 SD カード忘れて、わやっばってなる時がまあ、あった人もいるんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、これはね、あの SD カードもうなくても、はいはい、もうその中に、はい、もうそのまま、ね、入れられます。家で仕込んで、そのまま会場に持っていけます。で、まあ、内部ストレージになることによってですね、まあ、起動時間とか読み込みとか、あのパッドの反応感とかももう短縮高速化されているので、そうですね、ここもレテンシーのなさとかすごくあの、はい、進化してます。で、さらにですね、バンク、その内部ストレージ、うんうん、まあ、この A の1から16とか、はい、A の1から12とかで、こちら120個あったんですけれども、はい、これは A から J の1から16の160個かと思いきや、はい、さらに大きなプロジェクトという概念があってですね、最大で2560サンプルをこの中に貯めておける、はい、これは安心ですね。SD カードから読める、まあ、呼び出しできるだけでなく、もう本体自体に2560サンプル入れておけます。ちょっとあの変わった点を挙げると、この SP404SX って一つのパッドにも2時間でも3時間でも SD カード次第ですけれども、うん、はいはい、入れておけたんですけれども、はい、こちらの SP404MK2 は1パッド16分までが最大になりました。はい、そうですね、はい、そこはちょっと制限ありますけどね。そうですね、ただまあ16分ですか、まあだいたいループフレーズとかね、曲再生とか入れたとしても、まあ、足りるんじゃないのかなと、ね、そうですね、うまく使っていただければと思います。はい、でエフェクト数、こっちが、はい、29はい、種類に対して37と増えた、増えました、ね、これまたねちゃんとスイート、ね、スイートのもの入ってますよね。はい、うん、で、まあ、エフェクトの概念もバスっていう、その、まあ、どのパッドを、あの1のパッドはバス1にかかるとかバス2にかかるとかね、はい、選べるようになってますし、はい、インプットエフェクトってさっきちらっと言ったんですけれども、はい、例えばマイクとかギターを入力するところの入ったところの入力段にかけるエフェクトっていうのも追加されてますので、はいはい、これはちょっと後ほどねこれは紹介させていただければと思います。はい、はい、でサンプルのエディット、さっきね波形ちらっと出したんですけど、もちろんめちゃめちゃ進化してます。エディットしたいときはこのサンプルエディットってもう書いてある通りなんですけど、はい、ここ例えばさっきの、うん、いい LP ですね、これね甘いですね甘いこれ最初に入ってるプリセットの音です、うんうんうん、でこれをいじりたいぞってなったらいじりたいパートを押して、はい、こうスタートエンドポイントっていうところを押すと、もうここでねもう、はい、SP404 でこれができるっていうのがね、そうなんですよ、これでねすぐスタートエンド決めれますから早いですよ、ね、早いです。もうで、まあ、前のモデルはね聞きながらここかなここかなってねやってて、その時間も愛おしかったんですけど、なんかねその不便さも良かったんですけどね、そうそうそう、うん、で波形なんかもねここで拡大ちゃんとできるようになってます。これだけズームすれば、はい、ちょっと追い込みたい時もいいですね。そうですね、でこんな風にあの例えば波形いらないところをカットしたりとか、うんうん、ノーマライズ音を上げたりとかね、いろいろできるようになってますし、で再生のスピードなんかもねちゃんと変えられるようになってます、はい、こんなこの表示になればね、そうか、ちょっと BPM シンクしてるとあのシンクって出るんですけど、これ外しておくと、はいはい、あの再生スピードをね、 あれが画面が隠れちゃう、あ、ごめんなさい、再生スピードを変えられたり、まあ、バイナルモードっていうのがあるんですけれども、はい、でバイナルモードっていうのは、まあ、はい、名前の通りなんですけど、ターンテーブルであのスピードを上げるとピッチ変わると思うんですけど、うん、そのモードですし、まあ、そうじゃなくてスピード変えてもあのピッチ変わらないようにしたいってなったら、シフトを押しながらこっちか、はい、こんな風に、あ、これで、はいはい、変えられたりもしますね、うんうん、ここも大きいポイントです。まあ、ピッチ変えられる、はい、ここでも変えていいんですけれども、はい、シフトを押しながら、そのここの4番、クロマチックって書いてあるところあるんですけど、ここを押すと、はい、これも一瞬、ね、一瞬ですね。ね、これ最高ですね。はい、これができるようになりました。これは嬉しい。はい、そうですね。他にもあのこのベロシティ16ベロシティっていうとこ押すと変わって、はいはい、ベロシティ強弱がパッドに割り振られる。いいですね。で MPC とかだとね赤いの、16レベルっていう機能だったんですけれども、それができるようになっているというところで、はい、まあ、ベロシティ、もちろんですけれども、ここで今強弱つくんですけれども、はいはい、こちらでシフト1でベロシティ固定できるフィックスっていうのをモードに持っていけるので、一瞬ですね、これも。そうですね、ここのパッドで結構あのシフトを押しながら何がしっていうのが結構できることが増えているので、うんうんうん、例えば、まあ、パッドリンクってあるんですけど、これ押すとその例えば一緒に鳴らしたい
サンプルをこうやって15と16と12と、うん、まあ、適当ですけども押すとこれがリンクできる、はい、まあ、最大で1リンク4つまでいるので、うんうん、これやるとこんな風になりますし、はい、でシフト、押しながらミュートグループだと、はい、例えばハイハットのオープンとクローズみたいに一緒に鳴らしたら困るフレーズなんか15、16みたいな感じでやっておくと、はい、一緒に鳴らなくなるというどっちかが優先されて後に叩いた方がいい。分かってるな。これね、ね、大事です。そう、大事ですね、はい。それもできるようになりましたね。このエンベローブシフトをしながらこのさっきピッチとかスピードとしたところの、はい、押すと、まあ、このサンプルの、ね、インアウト の, その、まあ、エンベローブですね、はい、あの立ち上がりとかディケイとかでね、これも編集できるようになったので、うん、そう、画面も見やすいです ね, ね、もうやってることが全部出るのがすごくいいですね。はい、はい、例えば、ピンポンっていうのがあるんですけど、シフト押しながらこのループって押すと下のピンポンモードになって、これはですね、はい、行って、うん、終わったら戻ってくるっていう。わあ、これなんか使えそうですよね。そういったモード行ったり来たり、ピンポン、そういうことだったんですね。ピンポンループ、あー、なるほどなるほど、はい、できますね。これですね、ロールしながら、うん、よく EDM とかで使えそうな、なんかこうだんだん刻んでいくようなことができるんだね。細かく、はい、例えば32、はい、64まで、あ、シフトしながらでね、はい、はい、ここでも演奏中に変えられるんですけれども、まあ、そんな、のロールできる機能が、あ、これいいですね、はい、これも増えました。サブパッドをひたすら連打しなくてもいいんですね。そうなんですね、カルってやらなくても、はい、例えばで、これもね、皆さんお待ちかねのチョップ音を ね,、はい、ね、まあ、いろんな言い方あります。音を分割するスライスとかね、そうですね、ありますけど、チョップもできるようになりました、はい、例えばこのサンプル、うん、はい、をチョップしたいってなったら、はい、パッド選んでシフトを押してこのさっきのスタートエンドっていうところを押すと、まあ、さっきの画面が出るんですけれども、これをどういう風にチョップするかっていうのが選べます。この状態で、はい、みたいにリアルタイムで、うん、やるのもいいですし、簡単ですね、はい、まあ、間違えたってなったら全部このデリートできたり、はい、でさらに、オートマーク、はい、オートマーク、ね、時間で区切ったり音の強弱で区切ったりなんかもできるようになってます。はい、例えばこれで OK ってやると8分割、はい、ちょっと分かりにくい、まあいいや、コード進行が違う方が分かりやすいかもしれないですね、これチョップ、うん、だからよいしょ、レベルス、ここの例えば音を、はい、でやるとエンター、チョップ、あ、音の強弱ちょっとあったりね、してくれます。この結果出すのも早いですね、スピードが。早いです早いです、やっぱりサクッとですね、そうですね、はい、なんでワークフローがめちゃめちゃね、スムーズにいくと思います、うん、でこれを割り当てたいってなったら、もちろんこのアサイントゥーパッドっていうところから割り当てができます。あ、はい、あ、アサイントゥーパッドですね、はい、はい、で他にもね、これ地味に便利な機能なんですけど、シフトを押しながらこの Q を押すと、はい、なんとパッドをヘッドホンで、まあ、メインアウトに送る前にね、仕込みを確認できたりします。ああ、これね、はいはい、はい、めっちゃ便利ですね。そうそうそう、この音何入れたかなみたいなのね、うんうん、あると思うんですけども、それをこっそりと確認できるようになりました。で、まあ、どれだけメインと旧ヘッドホンに送るかっていうバランスもここで決められるので、特にイベントの、そうですね、イベンターの方なんかいいんじゃないかなと。そうですね、これサンプル間違えるとえらいことですよね。本当にエフェクト。ついに来ました、エフェクトです。エフェクトですか。エフェクトも先ほど申しました通り増えてるんです、37か、はい、でインプットエフェクスっていうその、まあ、リアルタイムに入るときにかかるエフェクトと、まあ、入れた後にかかるエフェクトなんか分かれてて、はい、でこれもさっきご紹介したバスっていう概念があるんですけれども、まあ、2つまで事前にどういうエフェクトを入れるのかとか、うんうんうん、まあ、仕込んでおけるんですね、はい、全部、まあ、エフェクトが入る箱みたいな。あ、なるほどですね、はい、このパッドにはど の, バスを経由するのかっていうのを決めることによって違うエフェクターを、まあ、各パッド個別に、ね、分けていくことができます、
はい、で、各サンプルに入るバス1、2 と、このバス3、4っていうね、まあ、パッと見えないんですけど中に入っていくとある、うんうんうん、まあ、全体の音にかかるバスっていうのを設定できたりもするところがあります。はい、はい、で、あとインプット FX ですね、うんうん、これはその今ちょっとお借りしますね。今、まあ、多分マイクの音が入っていてかかっていて、ここのシフトをしながらインプットセッティングってもう書いてありますね。これいいですね、はいはい、押してこうやってやってやるとこの中に、そうですね、ちょっと取ってさえにしてください。はい、でここに今バイパスになってますね、何もかかってない、何もかかってない私の声が、はい、でここでプッシュエンターしてあげると、はい、ダイヤルマスト、はい、ワンツーチェック、これオートピッチですね。ちょっとこう何個か出しましょうか。はい、ワンツースリー、僕だ、はあ、いいですね、これちょっと、あ、これこれここでくるくる回すと変わりますね、はい、この例えばコードを変えてみて、うん、もうこれもシンプルですね。あの1段目だったら 1,2,3 ここで調節が で、はい、できますし、はい、そうですね、そこのコントロール 1,2,3 のつまみです ね、もう一回押すと、はい、ははノイズノイズアンビエントアンビエントアンビエントヒップホップヒップホップみたいな感じで変えられます ね、うんうんうん、そうですね、これがインプット FX、はい、ギターアンプのシミュレーターとかを使って、うん、いろんなアンプのモデリングも、でもちゃんと、ね、JC って書いてあるし、ね、ちゃんとそういうのができるもうですね、はいはい、いいですね。エフェクトの種類もですねめちゃめちゃあの、はい、ユニークなものが入ってます。はい、で、まあ、ちょっと SP をそうですね、そう結構共通する前のモデルと共通するものもあるんですけれども、このフィルターとかね、そうですね、このなんかアイソレートとか愛されてた系をそうそう、そうそう、 DJ エフェクスルーパーとかこれないともう生きられない体になってる人もいると思うんですけどそのうちの一人ですねそうですね、それも あるんですけれども、それだけじゃなくてこの、マルチエフェクスのところにね、はい、スキャッター、これローラのさんお得意の音をね、ね、ブバーってばらすような、まあ、アイラシリーズとかね、そうですね、ダウナーっていうちょっとデチューンさせるようなものとか、面白いのがね、波動とか小玉とか残像とか、そうそうそう、日本名なエフェクト書いてて、これ、いやこれ ね、サイドバンドフィルター個人的には熱いんですけど、ね、すいませんこれすいません、これ好みが分かれるところですよ。はい、でもうこれもねヒップホップアーティストがもう分かってる、あの SP303 のバイナルシム、これは ねもうこれ欲しいですよ ね、 欲しいね、もうこのバイナルシムが欲しくて303買う人もいたぐらいですから ね、 そうですね、はい、だけでなくバイナルシム 404SX のも入ってる、あ、これはね嬉しいです ね、 嬉しいですね、安心です、いやもうヒップホップアーファンを、ね、囲い込みに来てますから、はい、でここにもカセットテープシムっていう、あ、それ激アツですね、うっすらとね、もうなんかカセット、うんうん、テープシムとかね流れてるんですけど、こんな年代を変えたりとか、これちょっとなんかノイズが今出てますもんね、うん、そうですね、でこの3つだけじゃなくて押すとワウフラッタって音のね、たわみみたいなものも変えられたりとかもします、はい、これ立浦さん一番これね最高最高ですねはい、何より変えてるのが見やすくていいですね、そう、やっぱりこれ前もねこうやってありましたけどね、そうそう、ここでしか変えれなかったんでいや、ね、今何なんだろうみたいな、ね、そうそう、何かけてたっけなみたいなのありますからね、はい、そういうのもできます、お願いします。じゃあ実際にねちょっと、はい、エフェクトの音を聞いてみたいと思うんですけども、パターンを再生させておいて、はい、フィルター、まあいろいろね、うん、ここでちょっと遊ぼうかあ、これ新しいレゾネーター、そう、これもね言わなきゃと思ってたんですけどねこれでね音を作れたりとか、レゾネーターという、この変化面白いですね、はい、まあ、リレー、アイソレーター、音を、まあ、バスッとカットするようなフィルターですね、まあ、ちょっとテープ感出したり、そうですね、これがないと思うっていう人もいると思うんですけどまあというのもありつつ、この、ね、うん、MFX ですよね、はい、ここですね、はい、今かかってスキャッターのタイプをかけたり、まあ、ブレイクビーズみたいな感じにしたりとかねうん、うん、波動これよくわかんないですよね
波動ですよ、波動ですよ、これは波動ですよ、こだまハートにこだましますね、うん、まあ、こだましてます、こだましてます、ディレイで飛ばすんです、残像、まあ、これもディレイの一部らしいんですけど、はいはい、あで重要なのこの、うん、あの いくつかのエフェクトはね、その BPM にシンクできるようになっているので、あ、そうですね、MIDI信号入ってきた時とかにもぴったりとした、はい、はい、全部じゃないんですけど、そういう重要なあの動機が必要であろうものはね、ちゃんとシンクできるように、これドグロ、すごいですね、これ変化がまたうまいですね、これ次さんが好きなサイドバンドこれ多分すいません、キーボーディストだからかもしれないです、僕はあんま使わないこれすいません、ね、見てる方も響かなかったらごめんなさい、ストッパーっていうそのバイナル止めた時のような、もうヒップホップの人はもうたまんないね、これね、これ欲しいですよ ね、 ね、で、まあ、はい、そういう感じのテープエフなんかあるこれね、結構ローキックをちょっと強めてくれたりするよね、知らなかった、パッと前に出したい時なんか最高ですね、あ、いいですね、で、はい、うわこれですよ、これですよ、はい、ポンプをバッツバツにかけたいや、できるようになった、いや、これ欲しかったな、これちょっと違うんですよね、はい、かかり方が、いやでもね、これ いいところついてくるんですよ、これ本当気持ちよくて、で、まあ、ローファイはね、あの、うん、これのここにもあった、ありましたね、どれだ、あ、これここにもね、サンプルモードの中にあったんですけど、まあそれみたいな音を荒くする、まあより細かくね調整できるように、いいですね、もう本当に、うん、一気にレトロ感漂う、いやもうローファイ感かなり手厚いですね、ね、ちゃんとできるようになってます。で、カセットテープシム。わかりますかね、これ。あの、かけてない、いや、うん、かけてる時と、かけてない時。はいはい。全然なんかスネアの音とか違いますね。ね、ちょっと、ノイズをかけたり、ちょっと、超古いテープにしたりとか。これ、ちょっと、イヤーズって書いてあるからね、また面白いですよね。ね、経年変化、ね、ジュピター XM とかにもそういうなんか経年変化ね、そうそう、機能ついてますけど、シンセサイザー、これはちょっとかなりローランド本気出してきた感じです ね、 ね、ちょっと耳痛かったらごめんなさいね、ちょっとテープ飛んでる感じのもうちょっとで伸びるんじゃないみたいな、いやーね、もう楽しくてずっとやっちゃいますね、そうそうそう、はい、こんなエフェクターが入っているわけですね、はいはい、いやいいですね、興奮しすぎですか、いや同じです、同じ気持ちです、ね、もう我々はもうユーザーでも買い替えをもうめちゃめちゃもう、はい、ほぼ買い替える気でいますから、いやもうそうですね、これ多分2人とも買い替えるんじゃないかって動画で発言しちゃっていいのかな、そう、買ったらまたね、買ったら場所動画上げなきゃいけない、そうそうそう、買いました、いや、ね、じゃあまあ入ってるサンプルもあるんですけど、じゃあ入れてみようっていうところで、はい、すごいのが、すごいのが、うん、なんとですね、まあ、普通にケーブルを挿してもサンプリングできるんですけど、はい、USB から、例えば iPad とか iPhone とかパソコンから直接 USB Type-C ケーブルでサンプリングできるようになってるんですよね。はい、なりました。これめちゃめちゃすごいです。これすごいですね。ね、じゃあこういう、ちょっと今回は iPhone でやろうと思うんですけど、はいはい、で、まあ、こんな風につないでですね、はい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 、USB 接続、ね、USB 接続して、はい、この中にあるサンプルを、はい、こんな風に、おお、はい、このエクスターナルインテのオンにしておくと、はい、入れます、でこれでもうサンプルできる準備が整ったので、はい、ここでレックタイプで、それと、まあ、入れられるパッドもサンプルが入ってるのはあの分からないんですけど、どこに入れますかみたいなのが聞かれるので、まあ、一気に入れます、これで今これで入ってますね、うん、はい、でまあもう一回今回パッドを押すとちょっと止めますね、はい、これでレコーディング、こんだけです、はい、あ、簡単で、まあ、先ほどご紹介した通り波形出てくれるので、あ、これも嬉しいですね、はい、
まあ、好きなところを、どこかな、こんな風にスタートポイントでサブパッド押せばなるほど、あここからでいいやってなったら、あとはもう、はい、トランケート、トランケートしたらで、まあ、よいしょ、チョップ、でやってやれば、はいはい、みたいな感じでできるという、うん、早いですね、早い、もう素晴らしい、はい、まあそんな風に普通にサンプリングするのも結構面白いんですけれども、こんな風に適当になんか練習してて、あ今の良かったなってなった時は、はい、スキップバックサンプリングっていう、まあ、名前の通りなんですけど、スキップバックサンプリングね、そう久しぶりに述べましたね知ってる方は知ってるかもしれない、そう最大25秒間前まで戻って、はい、レコーディングしてくれてるんです。例えば今のもこのレコーディングしてるんです、我々が常にね、そう、我々の感じせぬところでしてるの で, で今の使いたいなってなったらマークって押すとスキップバックっていうのが出て、はい、あでそうかさっきのもレコーディングしてるので、例えば25秒戻っちゃう、 かなり前まで戻ってたんですね、そうですね、これ今さっき叩いたとこあるっていう、こう美味しいフレーズが残ってるぞと、くっそ指ドラム下手くそでした、いやいやいや、グルーブ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 ないですでもこんな風に出て、じゃあさっきと同じようにトランケート、あここまで使うとか、はいはい、もうできてしまうというわけなんです。いやこれね、でこれ便利、そう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 、でこれでよければレックって押せばどこに入れますかって聞かれて、じゃあ J の、 この光ってるところにね、はい、じゃあ2番に入れときますってなったら、はい、あ全くじゃあのグルーブのないスキープバックサンプリングで入れた音が入ってくる、いやこれねめちゃめちゃ、これはあのあれですね、直感的に本当にサンプリングできますね。でこれただ USB がからレコーディングできるだけでなく、今自分が叩いたフレーズとかを、はい、iPhone とか iPad とかコンピューターに USB ケーブルで録音できます。いやこれもね実際試したんですけど結構感動でしたね、うん、そうですね、あのとりあえず iPhone ではねさっき我々できたんですけど、そうそうそう、カメラアプリを立ち上げながら録画して、はいはい、で叩いたフレーズなんかをもうレコーディングしてるんですよ。普通 の, あの iPhone のビデオ撮影が LINE 録音でできるってことですよね。そうです、なんでインスタとかにパッと上げたりとか、そうもうこれと iPhone だけで、しかもマイクもあるわけですから喋、うんうん、りながらとかもね、はい、あのできちゃうわけですよね。そういうわけですね、そういうわけです、はい、これめちゃめちゃすごいです。で SNS 音楽活動にぴったりじゃないですか。もう最高ですねしかも電池で動くからもう浜辺持ってったりとか、あじゃあちょっとこう景色のいいところで、そうそうこれでローファイのヒップホップやってみようみたいな、あそういう映画すぐ誰でも撮れちゃうわけです。いやそれはあのすごい創作欲を湧きますね、はい、で、まあ、他にもユニークなモデルの機能で、はい、DJ モード、これも気になってる人多いんじゃないかなと思うんですけど、DJ モードここのこの D、I と EJ を両方押すとなんか画面が変わって、はい、DJ モードっていうところに突入します、はい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 、こんな風に縦フェーダーが出てきて、まあ、いかにもなんですけど名前の通り DJ みたいにサンプルを2つ入れて、うんうんうん、この C1 と C2 にサンプルを入れて DJ プレイができるというものです、はい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 、例えばセレクト1、まあ、ここ入れたいパッド、まあ、何でもいいんですけど、その例えばこのこのサンプル入れたいですってなったらエンターって押して、そうするとここで他にもチャンネル2の方にはおこれほでいいか、ほを入れておい て, お て, おいてさっきのみたいな、いいです ね, ね音量とかももちろんできる、音量とか、まあイベントとかスタイルアップと BPM を変えたりとか、これもシフトをしながらで結構早い、まあ、DJ みたいなね、音ができるという、これだから SP4 までの Mark2 のパッド上がターンテーブルみたいになってる、ね、そうなんです、はい、これやってるときはちょっと DJ モードのみになるので他のサンプルいじれないっぽいんですけど、抜ければ終わりですってなれば、いやこれは楽しい、そうですね、なんか新しいそのサンプラーの可能性が
うんね、演奏の可能性が広がるかなって。そうですね、いやめちゃめちゃ面白いです。これでさっきのビデオ録画とかしたらいいですよね、うん、ね、なんかあれこれできますよね、はい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 、といった機能です。で最後にちょっと、はい、パソコンのソフトウェアを使ったサンプリングのサンプリングファイルの入れ込みなんかもね、はい、簡単にご紹介できればと、はい、でこの SP404MK2 用のこっちにもあったんですけど、これとは違うソフトウェアを使います。です、ね、でダウンロードしていただいて、はい、このコネクトって押すとめちゃめちゃ分かりやすいソフトはですね、うん、もう用意されてます。例えば今、まあ、ここで、はい、まあ、これですよね、はい、あ、このファイルの詳細とかがこの画面に出てくれるので、うん、めっちゃさらに綺麗に見えますね。そうですね、エンドポイントとかもこっちでやってた作業なんかも、まあ、より細かい数値でいじれますし、で例えばパソコンの中にあるね、サンプリングなんかもこうやってドラッグ&ドロップでピッて入れるだけで、はい、今この色が入りますかね、はいはいはい、あ、そこですね、はい、ピッて入れたら入るみたいな。なるほどなるほど、はい、管理がめちゃめちゃ楽になりました、はい、いろんな、これは分かりやすいですね、はい、そうですね、っていうふうにできたりします、はいはい、各、情報もね、音量とかテンポとかね、ね、音量とかですね、はい、もう変えられます。あ、分かりやすい、はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、ローランドさんから新たに発表されました SP404MK2 についてご紹介させていただきました、はい、ね、まだまだ本当に、もっと楽しい機能とか紹介できてないところとかもあるので、またですね、ブログとかもね、こうテキストでまたゆっくり見ていただいたり、この動画とかでですね、音を聞いていただいたりしてですね、またご興味持っていただけたら我々の方ですね、はい、取り出していただければってことですね。本日はありがとうございます、ありがとうございます。